中で使われるマスカルポーネチーズが使われてるそうです。でパスタにマスカルポーネを使ってるイメージがなくて、すごい濃厚なパスタのそうトマトソースになって、すごいスパイシーかける濃厚で、もうめっちゃ、中和されていい感じです。ピザいただきます。水牛のモッツァラチーズを使ってるみたいです。もう口の中でジューって味が一気に広がります。どうやらランチもあるみたいなんでおすすめです。いただきます。見たよ、ちゃんとマスカルポーネやっぱ焼けますね。おいしい。